それではお立ちできる方はお立ちください。Thank you.
今までのあなた方のこの経験、また常識にあなた方は縛られてはなりません。私の語ることを注意深く聞きつつ、また対応をなしていきなさいとおっしゃいます。私はこの私の計画を豊かに従うものを通して表していこうとおっしゃいます。この今年度この与えられたこの御言葉をこの実践していきなさいとしか言えます。この賛美の声を上げ、また感謝の声を上げ、この喜び踊り上がって主を褒めたたいていきなさいとしか言えます。あなた方の人生の中でこのことを実践していく中、勝利を見ていくとしか言えます。さらにこの約束の成就の時が始まったことを覚えておかなければなりません。この敵の攻撃も強いですが、しかしそれに勝るこの私の勝利と技をあなたとは見ていこう。この主はこの教会の信仰を顧みられて、この教会を土台とした神の計画も大きくこの栄光を表される技を進められますが、個人個人に与えられているビジョンにおいても、これからこの成就する時の中に入ったと主は言われます。あなたたちに私が与えたビジョンを小さなものと思い持ってはなりません。これはしっかりとに進むときに、あなた方は豊かな栄光を見るであろう。この恐れることのない、私はあなたと共にいるとしか言われます。神の言葉に固く立つならば、私はあなたの前に私の計画の扉を開いていこうとしか言われます。一緒に行こう。私の導き、また私が示すこと、そこにあなた方のポイントを置いておきなさい。この主は基本的な信仰生活の中でも、特に蒼天のデボーションをこれから重要視していくようにとしか言われます。デボーションを通して語られる御言葉の中で、お一人お一人の人生の中、非常に重要な事柄が語られることは多いとしか言われます。さらにデボーションを通しての祝福は大きいとしかされます。主はこの御言葉を通して神の真実を表していくとしか言えます。真実なる体験をした者は力強く信仰の踏み出しをなしていくことができるであろうとしか言われます。あなたとは私の働きと、また技の力と大きさをこの後見ていくであろう。すべてのこの栄光を主に帰することも、また一つ訓練としてこれから与えられていくとしか言われます。See his glory. あなたの御名を感謝します。予言の言葉ありがとうございます。賛美ありがとうございます。特別賛美ありがとうございます。賛美御言葉を通して学ぼうとしています。
生ける神を主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお座りください。